はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回なんですけど、まあ、あの青鬼が、まあ、おそらく大型アップではこのことだと思うんですけど、300万ダウンロードでね、そのいろんな新ステージ、たくさんの新ステージ、そして、いろんなギミックが出てきたわけですよ。で、今回やりたいことが、鉄球ってあるじゃないですか。当たると、プレイヤーが、まあ、やられてしまう。その鉄球を青鬼にぶつけたらどうなるのか。それをちょっとやってみたいと思います。まあ、青鬼がね、やられるってことはないと思うんですよ。まあ、普通に考えてね。でも、その、鉄球をぶつけた時に、その、石像がぶつかったような感じで、青鬼が、出た。青鬼1のステージだ、これ。これね、青鬼1のステージは青鬼オンラインで出て、遊べるようになったっていうのを見たんですよ。わあ、これテンション上がる。これツイッターで教えてもらいました。青鬼1のステージが出ましたよっていう。わあ、懐かしい。ちょっと青鬼もやりたくなってきたな。で、その鉄球が、でも今回はなさそうかな。今回、わあ、これちょっと逃げにくそう。結構ここは面白いギミックですね。で、その、まあ、鉄球は多分このステージはなさそうなんですけど、まあ、鉄球があるステージがあるんですよ。そのステージで、ぜひ、その、青鬼にね、ぶつけて、一瞬消えるのかとか、ちょっとそこら辺もやってみたいなと。あー、懐かしい。そう、こっから始まったんですよね。いける？いただきまーす。ここで始まって、で、こっちに倉庫とかあったんだよね。懐かしい。そう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 。ここら辺、ここがアイテムかなんかがあったんだよね。なんだっけ？たわしだったっけ？なんかそんなんがあった気がするんですけど。じゃあこれ、青鬼3のステージとか出てくるのかな？じゃあこっち、で、あとこっちか。ここで全てと。あ、でもこれ、この先行けないのか。なるほど。じゃあ、ステージ的にはガスマスティン！ステージ的にはそんなに、ステージ的にはそんなに広くはないんですね。なるほど、なるほど。まあでも短期決戦とかにはいいし、かなりその、なんだろう。これは、なんだろうな、その、ロッカーの使い方が大切になってきたりとか、上級者の人が、危ねえ。上級者の人でも結構、不覚を取ることが増えそうな感じはする。来てるね。ヒカキンさん。やばい、これ挟まれたら終わる。面白いな、このステージ。挟まれたら終わるっていうのは面白い。出た、一瞬消える、消えるやつ。大丈夫、大丈夫。ずっと割り続けてると、オッケー。危ない、危ないです。危ないです。よし。いや、これ、いや、狭いからステージがどっちから来るか分かんない。ずっと鳴ってる警告音が。この上って、この上さっき行ったか。ここは、どこだ？どっちだ？分かんない、難しい、このステージ。でも面白い。難しいけど面白いステージ。そんな、その、なんだろう、新しい新ギミックがあるわけでもない、トロッコとか、その鉄球があるわけじゃないんだけど、ステージとして面白い。3体いるからな、待って。これ今行ったら、危ない、ここにいるべきだ。でも、毒切りが来てるんだよな。まあでも、ここでいいでしょ。とりあえず生存8人だから。いや、危ねえ、危ねえ。後ろに気をつけて、後ろに気をつけつつ、きちんと。うわー、3体いたの、お疲れ様でーす。チョコになっちゃえ。いただけ、オッケー、いただけた。いやでも青が、ヒロシ君来てるよ。よし、問題は、なるほど。今のは下手。今の下行って、青鬼が下行ったら上に行って避けないといけないのに、なぜトライングさん今突っ込んだ。いやでも毒切り、でも一周できたかな今、ガスマスクあったし。もったいないことしたな。で、ステージ全貌はこんな感じですね。なるほど。最終地点はだいたいここになるのかな？あ、こっちもあるのか。あ、これ多分もう毒切り埋まってるな。ここか、最終地点。ここ最終地点は厳しいぞ。よし、じゃあもう一戦行きましょうか。今度は鉄球あるところだと嬉しいんですけど、果たしてどうなるのか。行きましょう。てか、スキンこのままゴブリンのままでいいのかな？いや、もう変えよう。ゴブリンは、いや、悪くはないと思うんですけど、これさ、ちょっと待って、これ絶対、これさ、青鬼オンラインさんのさ、絵描く人、わかんないけど、いや、変わったって言ったら、今までの人に失礼だけどさ、力入れ始め、なんか、ファイヤーマンの時力入れたよねとか、織姫の時力入れたよねとか言ったけど、それの比じゃないじゃないですか。特に、ま、レッドドラゴンもすごいと思う。レッドドラゴンもすごいし、サイボーグがさ、もう、次元が違う。もう次元が違いすぎる
ので、まあ絶対ゲットしますよ、サイボーグは。うん、サイボーグゲットしますけど、あれはちょっと次元違うよね、本当にすごいと思う。あ、これ左上にいますけど、これは多分プレイヤー部屋ですね。うん、結構名前的に多分プレイヤーさんっぽいなっていう方が多いので、よし、それでは行きましょうって言ったけど、まだ残り10秒ありました。でもここでもし鉄球とか鉄球とかじゃない、鉄球がないステージだったら、3試合目にねお見せしたいと思います。あー、ないわ。まあ、じゃあ3試合目にその動画だけっていうかね、その検証がどうなるのかっていうのだけちょっとお見せしたいと思います。とりあえずまずこの試合をちょっと一生懸命頑張りたいと思います。はい、一生懸命せめて一生懸命でしょ。ごめんなさい、死ぬ気で頑張ります。そう、そういう言い方の方がいい、ね、一生懸命ってもう本当にただ小学生の言い方ですからね。小学生をディスってるとかじゃなくてね、その大人が言う言葉じゃなかったかなっていう。はい、一生懸命、一生懸命頑張ります。さあ行きましょう。さて、とりあえずこのステージは、まあ、炎、まあ、草っていうか森林と、氷のステージにガスマスティン分かれてるステージでございます。はい、まあギミック的にはそのなんだろうな、新ギミックっていう要素はないんですけど、そのトロッコとかその鉄球の新ギミックはないけど、ステージとして面白い感じのステージですね。これどれぐらい追加されたんだろうな、新ステージ。まあでもね、これ今後の青鬼オンライン、僕ちょっとまあ多分この青鬼オンラインの運営さんも見ていただけてるか分かりませんが、まあちょっとね見ていただけてるのであれば、ちょっと聞いていただきたいとか、僕のお話をね、俺の話を聞け、あれ今の子絶対分かんないね、うん、ごめんね。でそのすごいなんかもう力入れ始めてますよね、運営さん。僕には分かります、伝わっております。なんかね、多分ねこれからって言ったらあれなんだけど、なんかこれからすごいなんか力を入れ、このクオリティをなんかスタンダードにしてきそうな気はする。まっ、なわけねえだろって運営さんに今言われた気がします。これはごめんなさい、もうカットなしのもう一試合やります。ごめんなさい、もう一試合やります。調子乗んなって多分言われましたね、今、うん、今のはね、運営さんだ。あ、ここあるんじゃないのかな、今回多分プレイヤー部屋の。あったあったあった、これ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 、この鉄球を青鬼にぶつけたいので、ここにいましょうか。多分ここ以外多分青鬼いないよねと思うので、ちょっとここに、まあ、この先に本当は宝箱あるんですけど、ちょっと我慢して、ここは一回我慢して、青鬼が来た時にこの鉄球をぶつけれるようにちょっと待機します。大丈夫大丈夫大丈夫、絶対成功する、絶対成功する。あ、当たれ、当たっ、今当たったね、今当たったね。やっぱりやられないね。あー、今当たったけども、もう一回上行ってくんないかな。お、もう一回しっかり見たい。あ、ダメだね。もう一回、ダメか。2体来てくれた。しかし、帰っていくと。あ、でももう一回見れるかな。いやー、まあ検証結果は、まあ青鬼に、鉄球をぶつけても一瞬消えるわけでも、石像効果みたいになるわけでもない。なんか3体揃ってきたんだけど、何これ、なんか鉄球のとこにすごい集まってる。お、ぶつかるぞ。あー、ダメだ、やっぱり意味ない、何も、あー、何も意味ない。まあちょっとあまりね、試合的にはいい結果ではなかったので、ガチャ引きたいと思います。はい、こちらサイボーグが出れば御の字、10回ガチャいきましょう。タップウェンスタート。まあ、では20連引きましょうか。20連ささっと引きたいと思います。まあ、サイボーグは多分課金で出したいんじゃないけど、多分で、ここで虹の、しかも死神出ますか。なるほど、なるほど。仕方ない。そういう時もあります。でも虹が出たってことは可能性があります。この時間帯は多分虹が出やすい時間帯と僕は勝手にそう思っております。そう、絶対間違いない。間違いない。行きましょう。大丈夫。イエスイエス、大丈夫大丈夫、イエスイエス、グリーン大丈夫、グリーンだよ、グリーンだけど、糸目くんも違うんだ。トライングさんじゃないわ。青鬼オンラインさん、お願いします。サイボーグという名の、大丈夫、仕方ない。まあ1回目だから、まだこれで、でもせめてレッドドラゴン欲しいね。まあサイボーグももちろん欲しいんですけど、コンプしたいので、レッドドラゴンも来てくれるとすごい嬉しい。この2体はすごいやっぱりスキンとしてね、まあこれからこういう感じでかっこいい感じになっていくのか、クオリティが高い感じになっていくのかわかんないんですけど、まあちょっと私は
レッドドラゴンおよびサイボーグを狙っていきたいと思ったら、なんかさっきからずっと桃太郎が出てくるんですけど、どういうことでしょうか。虫捕り少年も出てきた持ってんだな。星にはね、なんか限定の星2が連続で続きます。しかも小学生、しかも小学生の男の子女の子、ありがとうございます。さあそしてラストです。はいはい、ということで、ここまでのご視聴ありがとうございました。まあ無事ね、普通に、まあ、鉄球ミスってしまったんですけど、まあガチャの結果もねちょっと残念な感じになってしまったんですが、もちろんねサイボーグはまあ課金して狙っていく予定ですので、まあそちらをね、まあ課金これからもねやっていくので、なんとか早めにゲットしたいなと思っております。で、まあケルベロス降臨とかもね、出てきますので、まあそちらも多分金土日の、まあ日はないかな、金曜日土曜日のだから要は明日かな、明日明後日のどちらかで来ると思うんですけど、皆さんどう思いますでしょうか。でまあ鉄球はね、まあ残念ながらまあ無敵の青鬼さんということで、なんかなんとなく検証的に石像みたいな感じで、そのぶつかった瞬間一瞬青鬼消えるかなって思ってたんですけど、さすがにね倒れるってことはないと思ってたし、どっか行くってこともないと思ってたので、一瞬パッて消えてまたパッて出てくるのかなと思ったら、まあ意外と何にも食らわなかったっていうね、ちょっと予想外というか、まああそうなんだっていう感じの、そっちかっていう感じの検証でしたね。はい。そしてまあちょっと2時間前に投稿した、まあ、アンダーテールのその後っていうね、その動画でもお伝えさせていただいたんですけど、最近ねちょっと通知が行く人と行かない人が、まあ、出てきてしまっていると。だから結構コメント欄でね、通知来てますと教えてくださる方、教えてくださいって僕が言ったので、あれよくコメント欄でね、その通知来てますっていうコメントをいただくんですけど、ありがとうございます、本当に。で、その、やっぱり行ってない方とかもいるので、ぜひね、そのベルマーク、まあ今多分何回も今これリピートされてると思うんですよ、画像がね。その、リピートされてる感じで、ベルマークを押していただいて、で、不定期っていうところを全て選択だったかな。そこにすれば、まあ嫌が王でも、もう本当に嫌です。もうトライアングルさんから連絡嫌だって言われても、僕は連絡通知行きますので、ぜひ皆さん、多分ね、そこで通知行ってない可能性があるので、一応ね、もう、いや、大丈夫だよ、してやるよっていう人も、なんか自動で、なんかのバグで不定期になっちゃったりするときあるらしいんですよ。それをちょっともう一回確認していただけたら、一回ちょっと確認だけしてみてください。はい。よろしくお願いします。で、今多分ベルマークをしてるのが、僕のサブチャンネルなのでね、ちょっと、登録人数がちょっとおかしいですが、まあ、ご了承ください。ということで、これからもこういう感じで、アンダーテールのその後でも話したんですけど、まあ、動画の、まあ、後の感想というか、まあ、その撮影した後の感想をちょっとこれからね、動画の最後に入れていきたいと思いますので、そのために私のベルマークは出現しますので、よろしくお願いします。はい、ということで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。じゃあお疲れ様でした。バイバイ。